レイヤ大将アレクサンダー・レイヤは、オーストリア、ドイツ第三帝国の軍人。最終階級は、ドイツ空軍上級大将。オーストリア・ハンガリー帝国のトゥルヌ・ゼベリに生まれる。早くから軍人を志し、不評将尉として、ヘルツェゴビナに勤務。1913年に、参謀本部付となり、第一次世界大戦中の1914年から1915年に、 大隊長を務める。1916年に参謀本部空軍部に転属となった。1918年以降オーストリアの防空体制整備に尽力。中佐時代には民間防空を組織。これらの功績により、少々まで昇進し、防空大臣に任命された。オーストリアのドイツへの併合後、ドイツ国防軍に編入され、 オストマルクと解消されたオーストリア地域の空軍司令官に任命された。1939年3月に航空兵大将に昇進し、新設の第4航空艦隊司令官に任命された。第二次世界大戦が勃発すると同艦隊を率いてポーランド侵攻やバルカン戦線に従軍。1941年4月6日と7日にはベオグラードを空襲し、 1500人が死亡した。1941年5月に上級大将に昇進し、1942年6月に東部戦線の南部戦線に転属となった。同8月に南東戦域国防軍司令官及びバルカン半島に駐留する第12軍司令官に任命された。1943年1月からは E 軍集団司令官となる。 南東戦域司令官の地位は1943年からマクシミリアン・フォンバイクス元帥に移った。ドイツが降伏した1945年5月8日、レイアとその指揮下の部隊15万人はなお、ユーゴスラビア領内にあった。ドイツ軍の最後尾はオーストリアのケルンテン州との国境まで3日の距離にあり、レイアはイギリス軍と交渉して全軍をオーストリア領内で イギリス軍に降伏するよう要望したが、イギリス側は拒絶した。そのため部隊はユーゴスラビアに降伏し、レイア自身はイギリス軍からユーゴスラビアに引き渡され、5月15日にマリーボルでユーゴスラビアに降伏した。ユーゴスラビア軍事法廷において1947年2月に公開裁判で将軍6名、大佐1名と共に裁かれ、ベオグラード空襲の罪により、 重殺刑の判決を受けた。他の被告には、公私刑が言い渡された。レイーは恩赦を拒み、判決直後に刑が執行された。レイーはロシア語の他ギリシャ語をはじめとする、バルカン半島の諸言語に通じており、オーストリア軍人の伝統を引く、騎士道的な軍人として知られていた。しかし、ユーゴスラビアに対する攻撃は戦線復告なしで、行われ、ベオグラードは、 無防備都市宣言をしていたにもかかわらず空襲された。ありがとうございます。